ハンダ漬けの香りっていいですよね。私はあれを嗅ぐとですね、心が落ち着いてくるんですね。はい。センサーのものですね。これはアナログデバイスさんの、もしコンピューターが1個しかないといろんな問題が起きますよというのがこれですね。まあ一言でパニックつないだだけでまともに動きません。どっちがいいんでしょうか。一長一短があるんですね。一長一短あります。あそこの真ん中でビチッと線が切れると、あれするとこうなる。くちゃくちゃな感じに見えますね。動いてます。お、すげえ。はい。宇宙軌道ロケット成功の方程式ミッション2、強調する50個のコンピュータ群というタイトルでお送りします。本番組は主催ディジキエレクトロニクス、協賛アナログデバイスイズ、出演私たちインターステアテクノロジーズ、企画 ZEP エンジニアリングでお送りします。今回の出演者です。私森岡、自宅がコンピュータ開発室です。自宅は休むための部屋です。聞き手の原井です。よろしくお願いします。ロケットについている、ロケット航空機を制御するコンピュータ群のことを、アビオニクスと言っています。ロケットなんか結構電子制御だらけなんですよね。はい、そうです。いろんなものを作って制御する仕事がアビオニクスチーム、私たちのグループですね。はい、の仕事ですね。はい、大事なミッションですね。アビオニクスの仕事は、ここに挙げている4つのものが代表的なものです。エンジンを止めたり動かしたりといった機器の操作。それから、ロケットの位置を測定して、今、正しい軌道を誘導するといったような、制御。それから、地上と無線で交信をして、指示を受け取ったり、報告を送信すると。まあ、今どこにいますよという話ですね。はい、こういうものを送ったりするという機能があります。それから、大事な機能として、地上からそういう指示がなくても、自分で異常がないかを判断して自動チェックすると。このような仕事をするのがアビオニクスです。原井さんは、電子工作をやるんですか？電子工作ですか？はい。ハンダ漬けぐらいだったらやります。ハンダ漬けの香りっていいですよね。はい。ハンダセラピーって知ってますか？私が作ったんですけど。ハンダセラピーですか？はい。はい。私は、あれを嗅ぐとですね、心が落ち着いてくるんですね。ああ。はい。変わった趣味ですね。はい。はい。私たちの、作っている、コンピューターとですね、こういう電子工作で作るものはですね、基本的には一緒だよというのがこのスライドですね。まずセンサーとか、そういうものを使って、今どこにいるかなとか、どっち向いてるかなとか、いろんなものをセンシングしますね。はい。で、それを使って、その情報をコンピュータに入れます。で、コンピュータで、今からどっちに向かって走ってくださいとか、はい、止まってくださいとか、いろんな指示を出しますね。はい。で、この時に例えばモーター回したりとか、いろんなことすると思いますけど、そういうような動きを起こすものをアクチュエーターと言いますね。はい。基本的にこういう流れなんですけども、ワイヤーのロケットも全くそういう意味では同じです。ロケットの中に姿勢やですね、位置を知るためのセンサーがあります。実はここにですね、すごいんですが、本物が。これがセンサーの本物ですね。本物です。これはアナログデバイスさんの。アナログデバイス。はい。素晴らしいジャイロ。はい、ジャイロといってですね、これ、機体に積んでるんですけども、これこう傾けるとですね、何度、1秒間に変わったかなと、角速度っていうんですけど。はい、これを出してくれます。はい。で、これをロケットにですね、くっつけておくとですね、ロケットが今どっち向いたかなというのを計算できるという優れもの。基本は皆様が作るものと同じなんですけれども、そこでおしまいではなくて、はい、もうちょっとですね、いろんな工夫しないとなかなか本物は作れませんよというところをですね、このシリーズでご紹介してきます。本物はモモです。ゼロです。宇宙に行くものを作るということですね。はい、一つ目の大きな違いは、センサーやアクチュエーターがありましたけれども、数がめちゃ多いですよと。300以上って書いてますね。はい、モモの場合だと、計測する項目、センサーですね、測る項目だけでも300以上あります。はい、で、駆動対象って難しい言葉で書いてますけど、要は、バルブであったり、それからエンジンを動かしますよね。モーターが入ってるんですよね。ジンバルって言いましたね。はい、こういうものがあって、大体30個以上、はい、あります。で、今私たちが設計しているゼロの方ですけども、この数はもっと増えます。はい、数倍以上になるかなと。この左上の絵がロケットで、長い四角がタンクなんですね。で、タンクに入っている燃料とか酸化剤をバルブを開け閉めすることで送り出したりするというところで電子制御が入っていると。はい、で、その燃料の流量とか温度とかいろいろ測るのにセンサーがいっぱいついていると。そうですね。いうことですね。これ全部舞子につなげるんですかと。はい、はい、気になってきますね。本物ってね、小さい我々のモモでも10メートル。はい、0だと20メートルか30メートルかありますね。はい、はい、でそこに、ここの1000本だか300本だか分かんないですが、そのワイヤーを全部はわせるんですかと。大変ですね、それは。どうします？なるべく減らしたいです。10本でもいいですよね。はい、それだけ長い、距離をですね、センサーのデータ全部送るって結構大変なことなんです。はい、2つ目の大きな違い。これは時間の管理がちゃんとやらないとダメですよと。例えば、さっきもお見せしたこの、ジャイロ。はい、はい。これは一定の間隔でこのセンサーの出力を読んで、まあ、積分というとちょっと言葉難しいんですけれども、何度動いたよというデータを連続的に出してるんですね。はい。それを全部加算していくと、はい、今何度傾きましたと、はい、いうような形で姿勢を出すことができます。はい。はい。で、この、センサーの読み取り、一定の間隔できちんと行っていかないと、姿勢が正しく計算できないですね。こいつは 0.0001 秒。はい。ここにある数字はですね、オーダーといって、大体の漢字という意味で書いてますけれども、桁ですね。はい、桁がどんな漢字かというのを書いてるんですけれども、大体1秒間に1万回とかですね。そんな読みで何するんですか。はい、正しく計算するんです。正しく計算する1万回必要。はい。そういう感じであります。なるほど。はい。で、ロケットの、飛行制御、方向の向き、ね、第1シリーズ1ですね、エンジン振ってますよということをですね、言いましたね。はい、あれだって1秒間に100回。100回やってますね。はい。で、他にもいろんな、制御の対象があって、例えば通信のパケットなんかの処理はもっと早くですね、あるいは電気的な加工ということですけれども、マイクロ秒みたいなですね、世界で話をすることになります。通信とかセンサー処理って動かないんで、割と早く処理できますね。そうですね。でもエンジン制御とか方向制御で、モーターこう回ったりするんで、はい、なんか早く制御してもいいんですけど、どうせ回らないみたいなことが大きいですね。大きな違い3つ目。はい、これは、重要なお仕事をですね、いっぱいあってですね、はい、ポイントは全部同時にやらなきゃいけないですよと。マルチタスク。はい、マルチタスク。大変ですね。はい、打ち上げ時間数えてですね、じゃあ読みながら、姿勢計算しながらですね、はい、全部同時にやらなきゃいけないですね。パニックですね。こういうことでですね、もしコンピューターが1個しかないと、いろんな問題が起きますよというのがこの絵ですね。一言で言うとパニックなんですが、はい。はい、速度が間に合わない。それから、これソフトを作るとき、ソフト難しくなりすぎるよねと。あんなにいっぱいやることあるんだと。で、当然ですね、デバッグするの大変だよねと。はい。で、あとですね、安全性ってちょっと書いていますけれども、どこかで1個、バグがあったり、故障があったりしてですね、で、CPU、コンピューター止まっちゃったというとですね、すべてが止まるわけですね。あと、どっか変なところでですね、CPU が暴走しちゃいましたと。暴走。はい。一貫の終わりになっちゃいますね。はい。ということですね、やっぱり1個ってのは厳しいよねと。いうことになります。はい。でも私のバス乗った時こんな感じでした。このバスはこんな感じで指令が飛びまくってるんですか。四六時中周りの人がみんな喋ってて、はい、パニックになっちゃった。みんな聞いてるんですか。聞いてないんじゃないですかね。聞いてないからパニックにならないですね。あ、処理しなきゃ別にいいのか。うん、処理しようとするからダメなんですね。おお。うん。聞き流して。うん、いやもうで聞き流されたら話にならないのでたくさん喋るとやっぱりコンピューターとしてもパニックになってしまう可能性はある、うん、大パニックですね、うん、でコンピューターをたくさん持ってくればいいじゃんというのはその通りなんですけれども、ここから難しい点が出てくるというのが今回のお話です、うん、繋いだだけでまともに動きません。人間の組織を例えるとですね、全部よくわかるようになります。例えば会社、うん、はい、仕事いっぱいあります、うんうん、なので人をですね1万人雇いました。1万人、はい、はい、1万人人をやっとって、はい、なんか適当にやっといて、うん、と言って何が起きるでしょう。カオスですよね。ね、むしろなんか、うん、害の方が大きいですね、うん、ちょっとまず止まれみたいな。ですので、会社とかいろんなね人の、集まりの時は必ずそうですけれども、うん、はい、あなたこれやってあなたこれやってあなたこれやってという感じで役割分担をしますね。みんなが一斉にわら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 喋ったら、うん、なんだかわけが分かんないですね。分かんないです。はい。はい、ちゃんとこの人からこの人へきちんとこういう情報を伝えてよとか、うん、電話で話すんですか、はい、メガホン持ってきてみんなで話すんですか、いろんな方法がありますよね。うん、はい、こういうの相互接続。通信ですね、うん、と言いますね。うまくやればものすごくいい感じで人をですね動かせますし、むちゃくちゃなことやると、はい、なんか点でバラバラになっちゃいます。はい、こういうことを難しい言葉ですけど、アーキテクチャ設計で役割分割をしますと、はい、いうことを言いましたけれども、いくつか、はい、指針があります。はい、一つは主要装置ごと分割する。あなたもエンジンだけやってと。はい、いうような形でことをやってください。はい、そういう専門の人、コンピューターを立てます。はい、例えば原井さんはエンジン担当です。それはもうエンジンのことは何でもしてるぞと。はい。で例えば私森岡はバルブ担当です。はい、そういう感じでですね。装置ごとに制御をするように分割をするというのが一番わかりやすい方法ですね。バルブを通ってロケットの燃料が流れてくるわけですから。はい。お互いのことをよくしてないといけないですね。はい、私がですね、全体のこと何も知らないですね。開けたいから開けるやとか言ったら崩壊するわけですね。はい、原井さんがですね、エンジン火つけたいやと。勝手に引っつけてですね、ダメですよね。はい、じゃあ一人で全部やればいいじゃんと思うんですが、はい、そうもいかない。一人でやるとさっきのようにですね、仕事を過ぎてパニックになると。ああ、なるほど。はい、ですので、基本的には、それぞれの、装置の近くにですね、コンピューターを置くと。で、2つ目の指針、これはですね、処理回数ごとに分割。一般的な会社というのは、はい、社長さん、部長さん、課長さん、係長さん、はい、そういう感じで階層構造になっていますね。社長さんは会社を運営する。全体的な指揮を執るのが社長さんですね。で、1個ずつの、例えば、書類書きますとかですね、経理やりますとか何でもいいんですけども、はい、そういうことは、社員がやる。はい。で、真ん中のところに管理のやる人がいたりと、コンピューターもそういう階層を作ります。全体指揮、今から、例えば打ち上げますから、これからですね、カウントダウンやりますと。みんなに伝えてくださいと。はい、みんなに伝えてください。で、大体こういうことやってくださいということをやるのが全体指揮のコンピューター。はい、ジャイロ一生懸命読んでますとかですね、バルブ一生懸命コントロールしてますというのが、それぞれの担当者。個別の CPU。そうですね。はい、処理の、流度という難しい言葉を言いますけれども、大まかな処理から細かい処理にわたって、順番にコンピューターを配置していくと。で、そういうふうにすると何がいいかというと、1個あたりのコンピューターのやる作業量は減るわけですね。デバッグもしやすそうですね。はい、デバッグもしやすいですね。ただし、これも人間の組織と一緒ですけど、弊害はあります。この、段数を100段にしました。100段。はい。社長さんから始まって、はい、担当者員まで行くまで100段反抗してくださいと。100回伝えなきゃいけないし、100回承認しなきゃいけない。はい。冗談じゃないですよね。それは厳しいですね。はい。速度があた落ちになった。はい。もう一つ大事な指針があります。それは冗長化。間違いなく仕事をするために、やる人を複数立てる。コンピューターも一緒ですね。きちんとセンサーを見てるかなとか、きちんと処理やってるかなということを、ちゃんとお互いチェックができるような形に構成すると。専門家が2人いたら、どっちかが、まあ、万が一間違ったとしても、もう1人が指摘できますね。そうですね。はい。で、この考えたコンピューターだけでなくて、センサーも同じようにできますね。1人が妙ちきりんな数値を入ってきたとしても、冗長にしてやったら、はい、あんた変やろうというのが分かると。見比べたら分かりますね。そういうことですね。で、この冗長性の話というのは、モモではそれほどですね、本格的には言えてないんですけれども、ゼロでは大幅に強化をする予定になってます。あとですね、接続の話がありましたね。まず大きく分けて2つの型があります。はい、1つは、1対1なんですけれども、私と原井さんが話したいですという時には、その間でホットラインを払います。直接話せますね、いつでも。この人とこの人は話しますよという間に全部線張りますと。バス接続というものがありますね。バス接続というのは通信線は1本なんですけれども、そこにみんなぶら下がってますよというタイプですね。バスって言ってるのは横にピッと張ってる線。黒い線。黒い線のことです。はい。で、どっちがいいんでしょうと。一長一短があるんですか。一長一短あります。はい、どっちか一方だけがいいという話ではありません。なんか右の方がすっきりし良さそうに見えます。ですけれども、例えば横線がありますね。あそこの真ん中でビチッと線が切れると、右側の人がよく分かんなくなっちゃう。はい、何も喋れないですね。1対1の方は、はい、1本切れました。なんとか経路は確保できそうですね。そうですね。他の人はなんとか話せるし。伝えといてみたいな。回り道してね、話せるかもしれませんね。あ、じゃあ設計次第では割とどこが切れても冗長性を保てるような構造にできるんですか。はい、そうですね。実際どうつないでるかなというののとこが書いてあります。モモは基本的にバス型で、こういうのはよく車なんかでも取っている構成です。だってもう300個もセンサーとかね、CPU 自体もいっぱい載ってますから。わざわざ1対1で配線するのはちょっと大変ですね。大変だったんで、とりあえずバスにしようかみたいな。しかも途中で増えるんですよね。で、大体50ユニットぐらいあります。写真が載っていますね。はい、実際にやるとあんな感じと。絵はすっきりしたんですけど、なんか、実際やるとこうなる。くちゃくちゃな感じに見えますね。動いたんですか？動いてます。お、すげえ。はい。はい、ゼロの方をどうするかというと、もうちょっと複合型になる予定です。はい、基本はバス型ですけれども、これも1本だけじゃなくて、もう少しいろいろなですね、通信の仕方を考えて複数本になる予定です。それから、安全性に関わる分というのは、さっきもですね、ちょっと切れたら困るよねとかいう話ありましたけど、そういうことを鑑みて、1対1の部分も、部分的に出てくると。で、こういうふうなですね、接続をするんですけれども、いくつか考えなきゃいけないよという点があったので、そこをこれから、もう少し説明していきます。はい。はい、1つ目、動機という点ですけれども、それぞれのコンピューターに時計を持たせます。例えば、原井さんが、エンジンの制御をやる人。なんかストップウォッチ持ってます。はい、私が全体の指揮者をします。2人とも打ち上げ何秒後ですよ、何秒経ちましたよという時計を持ちます。なんでそうするかというと、全体意識の私がですね、いつもですね、何秒になったかずっと時計見ていて、林さんにやってやってやってって言いまくっているとですね、私の仕事が多すぎるわけですね。時計言う係みたいな。はい。複数にしたのに意味ないと。原井さんにもちゃんと時計持ってもらって、あと原井さんの方には、お仕事表を作ってですね、こういうことやっといてねというのを渡しておきます。タイムスケジュールがあるんですね。はい。で、私の方は、やってでと。言うと、あと原井さんが時計見ながらですね、勝手にうまいことやってくれると、いうようなシステムにします。問題になってくるのが、原井さんと私が、例えばバルブコンピューターさんとエンジンコンピューターさんがですね、別々の時間見ていてですね、勝手に開け閉めされるとですね、えらいこっちゃと。ですから、ももの場合はこれどうしてるかというと、バスを使って、時報を送っています。電話サービスでね、今あんまり使わないかもしれませんけど、あれみんなが聞いてるということですね。ポーンってなるやつですね。で、ももの場合は100分の1秒ごとにその時報を送っています。時報を読み上げるんで、その時同期できますね。はい。直せる。はい。それぞれのコンピュータがバスにつながっていると、それぞれがですね、勝手にバラバラ喋ると、バス状態になるわけですね。さっきの。のバスの話ですか。はい。で、原井さんは同時に何の人の会話で聞きますか？一人。ですよね。喋ってる話がぶつかると、バスの場合は電気的に衝突するんですけれども、そうすると何が話されてるか分からなくなります。順番に話してもらわないと困りますね。そういうことですね。はい。ですからバスの上に同時にみんなが喋り出さないように、あんたが喋っているのはここですと、この時間ですというのをあらかじめ決めてあります。確実に全てのメッセージがいくように時間を決めます。はい。で、こういうことをですね、やらせようとすると、実はさっき出てきた動機の話がめちゃめちゃ大事になります。というのは、この時間に喋っていいですと決められてるわけですね。で、それはそれぞれのコンピューターが自分の時計を見ながら、あ、今喋っていいんだと思って喋るわけです。はい。では次のお話ですが、これはですね、速度設計というんですけれども、さっきもですね、役職と順番に積み重ねるって話出てきましたね。はい。指令をですね、何段も中継すると、どんどんとその間の遅延、時間がかかりますね。1個伝えるときに1秒かかるとしたら、緊急停止指令を送ってからエンジンの人は1、2、3秒目かな。3秒目に止めますと。じゃあもう狙ってる時間内に収めるためには、このつなげ方をきちんと設計しないといけない。はい、そういうことです。で、あとこの方法でまずいのは、途中の人がですね、壊れた、寝ていた、他のことで忙しかった。うまく伝えてくれないやつですね。伝えてくれない感じが出てきますね。そうするとですね、遅延が増えたり、コマンドがですね、ちょっと途切れちゃったりと。特にまずいのはここにもありますけども、緊急停止と言われた時にですね、それから行かないとかっていう論外ですね。緊急なんですぐやってほしいですね。今までどうしてるかというと、ここもですね、さっきのバスにしてるわけですね。バスにすると、みんなが喋ったらダメですけども、一人の人が喋ったことはみんなが聞こえます。あれはもう3秒もかかないで、必ず1秒の。はい、全員が同じタイミングで同じように聞けます。すぐ緊急停止できると。はい、ですので、全員に、同歩、ブロードキャストですね。バス型の構成にすると、こういうところも有利になってきます。一部分ができていなくても、そこはですね、代替するような簡易的なもので済ませておいて、それで全体動くかなというのを先に確かめるとか、1対1だと、ある部分ができないと、何もできないんだけど、みたいな。ことが起きちゃうと、そういうことになっちゃいますね。はい、というところでまとめですけれども、多くのコンピューターを強調させて動かすことが大事ですよと、いう話をしました。で、大事なところとしては、複数コンピューターあるからつないとけばいいじゃんと思うんですけれども、そうじゃないですよと。どういうふうに仕事を振るかとか、どういうふうにつなぐかというところを、実はよく考えて作らないといけないんですと。はい、で、実はこれ人間の組織の設計とですね、よく似ていて。はい、それと比べるとですね、やってる設計がどういうことかというのが分かりやすいですよと。次回、このコンピューターの話の続きです。時間を厳守する専用コンピューターというタイトルでお送りします。はい、お楽しみに。はい、あと、チャンネル登録。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では今回は終わりになります。はい、さようなら。さようなら。皆様、いつもご利用いただきまして、誠にありがとうございます。デジキビジネスデベロップメントの鈴木です。前回実施したウェビナーでの実演デモがお客様に大変好評いただきましたので、今回部品表管理ツールマイリストの各種機能を説明するチュートリアル動画を作成いたしました。コストダウンを実現したい、代替品の選定を行いたいなど、お客様がお持ちのお悩みや課題解決にお役立てください。その他、このやり方を知りたいなどご要望がある場合は、次回のチュートリアル制作時に参考にさせていただきますので、ご連絡をお待ちしております。部品表管理ツールマイリストのチュートリアル動画はこちらの QR コードもしくは YouTube の概要欄をご参照ください。